はい、これからズームレッスンの受け方を簡単に説明します。基本的な動作だけです。まずウェブチューター質問とか、他のグループチャットがあるんですけども、関係ない人が見れないようにですね、グループチャットで ID を連絡します。レッスン時間の少し前にZoom のミーティング ID がリンクで案内されます。そのリンクをタップしてくださいということで、メッセージでこのような、連絡がいきます。では本日の Zoom レッスンのリンクですということで、このリンクをですねタップしてください。そうすると Zoom 会議に参加することができます。これパソコンの画面ですけども、つながったらですね、参加したらこんな感じで出てくるんですね。この説明は 1,2,3,4 人が入ってるZoomレッスンになってます。私以外はビデオをつけてません。はい、スピーカービューですね、話してる人が大きく出ますということで、ここにメインの人が映るんですね。で、それ以外はこの上に並びます。この下にこうメニューがありますね、いろいろミュートとかビデオ停止とかですね。はい、ギャラリービューに変えるとこうやってこう全員が同じ大きさで映るようになってます。ここにあるんですね、スピーカービューとか、この前見るとここ見えないですかね、ギャラリービューってあるんですけど、ここをクリックするとこうなるんですね。交互にできます。ビデオにしていないと名前かプロフィール写真が出ますということで、介護福祉士のズームレッスンに出るときは皆さん必ずビデオをスタートしてですね、顔を出してください。ルールです。はい、 iPad を使っている方が多いと思うので iPad でいろいろ説明しますね。つながったら最初こういう画面が出ると思うんですね。ここにこうビデオマークもあるんですけど、参加できたら画面をタップします。これどっかこうタップしてください。ペンペンペンと、あ、1回でいいですね。するとメニューが上に出てきますということで、ここにメニューが出てきます。こういうメニューですね。これ日本語ですけども、皆さん英語だったら英語で出てくるんです。 iPad のメニューです。英語のメニューだとここはミュートとかアンミュートって出ますよね、多分ね。ビデオの開始、スタートビデオとかストップビデオって出てくると思うんですよ。で、真ん中が共有ってありますけど、シェアコンテンツ、これ大体私がやるんですけどね、テキストとか映しますね。で、ここ参加者、パティシパンツ、ここを押すと参加している人の名前のリストが出てきます。あと右端がこう詳細、詳細は more って英語でなってると思うんですけど、いろんなのメニューがあります。ここね、この一番上にこれメニューが出てくるんですね、 iPad の場合で。ここに自分のですね、URL、 アドレスとかパスワードが出てきます。まあ、これはこう無視してですね、スピーカービュー、発言者の顔、スピーカービューということで、まずこう私がこうメインで出てますでしょ。で、ここにギャラリービューに切り替えるメニューボタンがあるんですよ。ここをクリックタップするんですけど、タップしたら全員が映ります。ギャラリービューに切り替えるとみんなの顔が出てきますということで、ここタップしますね。そうするとこんな感じですね。これ4人とも同じ大きさで出てきます。
まあ、ここでこう切り替えるんですよ。話してる人をメインの人か全員か、ギャラリービューみんなの顔、スピーカービューに切り替えるとその時に話している人が大きくなりますということで、まあ、交互に好きなように切り替えてください。メニューのここですね、参加者っていうボタンがありました。参加者、英語だとパティシパンですね。これタップするとこうやってこう参加している人のリストがあって、これはこう声マイクで声を出しているのか、マイクをストップしているのかね、ミュートアンミュートですね。でここがビデオを映しているかどうかですね。で ここにこう井上文治かっこホストってあるんですけど、これがあの主催している人、まあ、私になりますね。で自分はここにあります。それ以外の友達がここと、この詳細のメニューをタップするとですね、こんなのが出てくるんですよ。拍手マークとか指マークね、チャット、ミーティング設定、ミーティングを最小化、手を挙げる、オーディオのなんとかとかありますね、拍手や OK、指マークやその他いろいろありますよと。ここですね、もう詳細ですね。授業が始まるとですね、レッスンが始まると、過去問題とかテキストとかを私が皆さんに見せます。こんな感じで出てきます。勉強が始まるとテスト問題やテキストなどが出てきますと。これまあ縦にしてるのでこうやってちっちゃいんですけども、もちろんこう横にしますよね、はい、横にするとでっかくなりますよね。横にすると見やすいですと。勉強するときは横にしましょう。みんなの顔も見ることができますということで、ここをクリックするとですね、タップするとここにこう顔が出てくるんですね。やってみますよ。こんな感じでね、これが今喋ってる私が出てくるんですけど、ここにマイナスボタンとこっちプラスボタンがあります。このプラスを押すと他の人がこう出てくるんですよ。最初は話している人が出てきます、ここにね。でプラスをタップするとみんなの顔も出てきますと。これタップしますよね、プラスをね、するとこんな感じです。ここにこう出てくるんです。こうやってね、プラスマークマイナスマークありますよね。でね、人数が多い時ってこう横にこうずれるんですね。みんなの顔を見れるようになってます。みんなの顔も出てきますが、テキストが見えなくなるので消した方がいいですと。右のここね、マイナスをタップしましょう。でフル画面でね、テキストが見れます。はい、で中にこう iPhone だけでねやってる人います。あの見づらい、ちっちゃいっていうね、困ったなっていう感じで見てますけど、 iPhone です。画面をタップすると下にメニューが出てきますということで、 iPhone の場合はですね、これ私古い iPhone なんですけど、下にこのようにメニューが出てきます。これは英語版ですね。今声を出さないようにアンミュートしてます。ミュートしてます、ミュート中です。でビデオもやめてるから、これプロフィール画像ですけどもね、がありますよと。このアンミュートって押すとマイクで声が出るんですね、自分の声が。でスタートビデオってこれを押すと自分の顔が映りますね。はい、他にこのようなメニューがあります。で始まるとですね、これがね、先生私が話してるから大きく出て、自分はここに出ますよね。でここ3つあるんですけども、この真ん中と右が大事です。下にある点点点丸丸丸、真ん中がスピーカービュー、今こうスピーカービューですね。でスワイプして右に行くとギャラリービューになります。今度こっちに行くとですね、こっちギャラリーですから、
こうなるんですね。全員がこう出てきます。これこう右端になってるでしょ。下にある丸丸丸、右がギャラリービュー。上手に切り替えてみましょうね。メインの人を映したり、みんなの顔を見たりということができます。もちろん iPhone テキストが出てきたら、問題が出てきたら横にしてください。横にするとかなり見やすくなります。でここにこうね、あの顔が映っちゃうんですけどね。 iPhone でも横にするとかなり見やすくなりますが、できたらテレビにつなげてください。iPhone はね、あのテレビに簡単につながりますから、それでやるといいです。これですね、 iPad や iPhone は HDMI 変換ケーブル2000円ぐらいでテレビにつないで見ることができます。まあ Amazon なんかでね、1000いくらから3000円ぐらいまででいろいろ売ってます。こんな簡単なケーブルなんですよ。これをこうテレビにつないで、この HDMI っていうところにね、でこっちがこう iPhone とか iPad につなぎますよね。でこの USB が電源です。パワー、電源です。あの充電器にねつないでもいいですね。はい、そうするとですね、 iPhone ここにでっかく出てくるんですよ。すごく見やすいです。でも気をつけてほしいのがスピーカー、音ですね。あとマイク、あの音を大きくしてるとですね、マイクにこの音がこう入っちゃうので、下手するとエコーになっちゃうんですね。なので皆さんにお願いしたいのが最後ですけども、イヤホンやマイクをうまく使ってくださいと。できるだけイヤホンマイクを使ってください。エコーや雑音の防止になります。あのエコーとか雑音が入るとですね、他の方がすごく勉強しづらくなるんですね。勉強してるとご主人が大きな声でなんか喋ったりとかねあとテキストを開いたりするときに、その音がガタガタガタって、それも拾っちゃうんですよ。あのパソコンのマイクとかそのまま使ってると。なので、マイクですね、マイクですね、あとイヤホン、これをつないでください。つなげてください。で試してるとですね、音楽とかは両方の耳にイヤホン入れるといいんですけど、こういう会議とか授業は片方だけ入れると聞こえやすいと思います。イヤホンは片耳だけする方が聞こえやすいと思います。まあこのような、ね、片耳片方だけのを買ってるのが一番いいんですけど、そうじゃなければあの片っぽだけこう耳に入れてください。もう一つは入れない方が勉強しやすいと思います。はい、ということで、ズームレッスン介護福祉士、時々勉強してます。ね、家で一方的にテキストを見たり動画を見たりするだけじゃなくて、一緒にズームでやれば質問もね、その場でできますよ。はい、頑張っていきましょう。